おはようございます。よろしくお願いいたします。ただ。はい、ありがとうございます。今回は街道日記の第905話、毎回こちらのお店では YouTube ライブからのスタートとなっておりますが、今回も YouTube ライブ生放送の模様からどうぞ。おはようございます。失礼します。よろしくお願いします。じゃあ、これ、すいません、隣失礼いたします。アナザーゴッドハーです。いきます。最初のジャッジメントゲルベロスでしたが、100ゲームを続いた。はい、おはようございます。アローズスクリーンの審査です。本日は福岡県宮若市のお店にやってきました。そして今日は、生放送からの実践スタートということで、まずは YouTube ライブの様子から、見ていただきたいと思います。それでは審査の街道日記第905話、よろしくお願いいたします。アナザーゴッドハーです。実はですね、今月に入ってからは初めてなんですが、しばらく打ってなかったんですよ。朝からハーです。まあ3月に入って6号機も寝台が出てまして、そのあたりを狙っていたりとか、まあ、その他の機種を打つことが多く、まあ、2週間間が空いたというのは久しぶりですよね。ハーです、打つのに。おはようございます。おはようございます。朝は何食べてきましたか？今日は鉄板の粒あん&マーガリンをセブンイレブンで買って食べてきましたよ。さあ、今日はですね、福岡県なんですけれども、朝から結構強い雨が降り続いておりまして、とっても寒かった。昨日までね、暖かくて、あ、もうだいぶ暖かくなってきたな、春だなと思ってたんですけども、また寒の戻りといいますか、非常に強い雨の降る福岡県となってます。さあ、そんな中、アナザーゴッドハーデスですけれども、今年は年間30回のプレミアゴッドを引くという目標がありまして、まだ現時点では5回しか引けていませんので、まあ、こういうね、朝からハーデス凱旋打ってる時っていうのは、もう1回でも多く引いて結果を残していきたいなと思ってます。あ、その着てる服気になります。じゃあ、ふうさん、ちょっとこんな感じですね。まあ、ちょっと胸にはですね、審査のカイドに切って書いてあって、後ろはローズスクリーンって書いてある、ちょっとスカジャンっぽい、ちょっとスカジャンっぽい小豆色のテカテカ、小豆色のテカテカ、テカテカですね。いい色ですね。実践中に確定薬引いて1字がいいな。そうですよね、やっぱりハーデスですからね、確定薬引かないとちょっと盛り上がりにも欠けるかなと思いますが、さあ、早速ここはブルートステージやってきました。初当たりのチャンス、周りの台も当たり早く、そして凱旋コーナーもですね、また、当たってる台もあるし、結構 G ストップにポンポン入ってるなというイメージもありますので、かなりこう立ち上がりはいい動きしている台が多いように見られます。その中で早速ここはブルートステージ期待したいですよね。この皆さんのいい流れに乗って、さあ、早速ここは天敗続いてチャンスとなってますが、どうでしょうね。さあ、どうでしょうか、このブルートステージ。やっぱり生放送中は通常時より AT 中を長く消化した方が面白いですからね。皆さんのコメントとのやり取りもしながら、こっちでも展開しっかり作って、とにかくあっという間の3時間、やっぱり体感時間が短い3時間というのは楽しいということでしょうから、あっという間の3時間にはしていきたいですね。昨日ゴッドステージでクラッシュしました。ゴッドステージでクラッシュ激アツじゃないですか。7でした、ゴッドインゴッドでした。ゴッドステージでクラッシュいいですね。僕も1回ぐらいしかないような気がします。ハーデスで4回ゴッド届きませんでした。あ、ハーデスで4回ゴッド引いてもあんまり届きませんでしたか。やっぱり消化中の上乗せとジャッジメントにかなり影響を受けますもんね。あとループストック、僕も1日4回ゴッド引いてる時が何度かありますけど、まんまい行かなかったこともあります。やっぱまんまいって難しいんだなって思いましたね。その時はクレープは鉄板よ、クレープは鉄板よ、何が食べたいって言われたらクレープ、いや、クレープは鉄板よ。だってあれは甘党の方はもちろんですけど、甘党じゃない方にもね、好かれる食べ物ですから。だってクレ全長やん、当たっとうやん、全長やん。
さあここで最初の当たりとなります。クレープ当選でしょうかね。今クレープのですね、甘党じゃない方にも好かれる食べ物って言いましたけど、だってクレープの中身って生クリームやチョコレート、バナナやアイスだけじゃないじゃないですか。砂が入ってたり野菜が入ってたりね、いろんなクレープありますのでね、そう言われるとクレープが食べたくなってきました。はい、ゲーム数366ゲーム650万円の投資から今日最初のジャッジメント、とりあえず650枚の投資はあるので、まあ、200以上は消化したいですよね。最初の AT 誰だ、ケルベロスです。まあ、ここはしょうがない。やっぱり 90% の振り分けはね、なかなか回避するの難しいですね。小春日和でお願いします。雨でしょって、はい、そうなんですよ。ここで初期ゲームは100ゲーム超えてきます。最初のジャッジメントケルベロスでしたが、100ゲームを続いた、続いてるよ。おお、1発目から頑張ってますねケルベロス。130ゲームのスタートまんまじゃないでしょうか。まあ、今のクレープ当選でしたからね、ちょっとやっぱ強かったですね。あとは AT 中ですね。上乗せしっかりしてサクッとここはプラス域に持っていって、そして生放送の中で今日は、いや今日こそはプレミアゴッド引きたいですね。ビールロックのモノマネしてください。ビールロックのモノマネ難しいですね。ビールロックのモノマネ、どどどどどうん、何やらせてるんすか。ほらまたそんなことしたら早打てって言われるでしょ。もうね、あ、暑くなってきた。やっと体が温まってきた。ちょっと初期ゲーム130はよかばってん、130ゲームのスタートはよかばってん。レア役がコン、ラスト10、ラスト10です。これよね、こういうことしよったらナンバー10でも勝てんよね。プレカーのラインよね、うん、さあ、これで130ゲーム消化。 AT 中は見せ場なし、 AT 中見せ場なし。獲得枚数も500枚届かず、最初のゴッドゲームはこれで終了になります。はい、獲得枚数449枚という結果でございました。あ、東北は予定なしですか。東北昨日僕山形で収録してましたので、昨日山形から帰ってきたんですよ。でまた山形に行く予定がありますし、札幌の予定はですね、まだ確定はしていないです。4月の21日に一応今のところまだ予定ですね。はい、確定したら確定しましたとお知らせします。予定はありますよ。AT 中に欲しかったですけどね、レア役ちょっと終わってからポンポンと来てますね。新さん函館は来ませんか。まだ函館の予定が、はい、ないですね。函館はまだ予定が決めれないです。なんすか、なんすか。いや多分ループです。今ちょうどコメントでシーサさんの決めが終わってきてたんで、ちょっと力がってみました。はい、2回目のジャッジメントですね、当選です。さあ行きましょう。今度は乗せるぞ。さっきケルベロさん頑張ったんですけどね。よし、もう1回3桁頼む。ここ3桁いけばプラスになりますのでね、収支も。いや嬉しい。でもループって言いましたけど、チャンス目も引いてますのでね、AT 終わって当選経験はっきりしないままの当たりとなります。ただループだったとしたら、ループだったとしたら
さらにこの後出てくる可能性もありますよ。さあここも3桁スタート、ケルベロス2つですが、初期ゲームはいずれも3桁、そしてループなのかな、いい当たりですね。 AT 順の取れればサクッとプラスになりますけれども、まあ、ここは100ゲーム以上ありまして 400枚以上あるので余裕でプラスにはなります。いい感じじゃないですか。あとはもうプレミアゴッド一発引けば生放送としては上出来じゃないでしょうかね。今日は気分がいい、今日は気分がいい。さあこれで2回目のゴッドゲーム終了になります。獲得枚数822枚ですね。1000枚には届かず、しかしここでプラス行き。さあループストックの可能性がある2回目のジャッジメントでしたので、ここもまた30ゲーム以内あると思います。あれば1000枚超えてきそうですね。中ですね、中ですね。はい、というわけで、まあ、当たりはよくあり、投手の方も抑えてはいたんですけれども、結局ジャッジメントは全てケルベロスということでプレミアごとお預けとなってしまいました。残念でしたね。結構いい動きをしていましたし、今日もですね、凱旋ハーデスコーナー非常にいい雰囲気だったので、今日はいけるかなっていう空気もありましたが、そろそろお時間となりますね。プレミアゴッドを目指したら今日も不発でした。キキャー、はい、というわけでですね、今回の第905話、YouTube ライブはここまでといたします。本日もお付き合いくださいましてありがとうございました。それでは失礼します。さあ生放送終わりました。ジャッジメントは全てケルベロスという結果でございましたが、ここから、終盤戦にかけてどんな展開になるかいきます。まあ、ハーデスはケルベロスに偏ると辛いというのはもう分かってるんですけども、ただ当たりは結構引けてる台ですからね、まだまだここから巻き返し期待したいと思います。 AT 自体の獲得は本当に少なかったですけども、初当たりが何度もあるおかげで投手の方はまだ1000枚以内で抑えてます。なのでこの辺りで当ててね、ポッと1000枚を超えるような AT になれば一気に逆転ですから、まだまだ勝機は残っているという感じですね。何にも来なくなりましたね。ちょっとハーデスさん、生放送中はなかなか AT 中の上の手もできる小さいあたりが続いてモヤモヤしてましたと言いましたが、むしろ生放送中の方がまだ良かったですね。いろいろ来て何も来ないぞ、何も来ないぞ、この時間レア役も来ない。さあしかしここでモードアップです。これが1000枚目の投手になります。20本。おう、レア役がもう100ゲーム以上引けてない通常ゲームなんですが、こうやってねプルトステージに来てくれる台なんですよ。さあ先ほどリプレイからか、リプレイからの、あの風はあったんですけどね、そこで天国まで上がったのか。これはいいタイミングでまた中断リプレイ、久しぶりのレア役です。よし決まった。336ゲームでジャッジメント当選、投手がちょうど20本、1000枚です。さあ生放送終わって一発目のジャッジメントになります。またケルベロスか、頑張れ。
弱いですね。うわー、50ゲームなんか引け、50か、最低ゲームでのスタートです。当たりは引けてるんですけど、なかなかここが伸ばせない。ただね、初期ゲームが少ないからといって諦めてたらハーデスは勝負にならないので、ここですよね。そろそろいいんじゃない、AT中のジャッジメントや大きな上乗せあっても。50ゲームはあっという間ですね。もう残りが12ゲームしかありません。ヘルゾーンでも入ってほしいな。まあ50ゲーム、初期ゲーム数としては最低のゲーム数でしたが、中段リプレイやチャンス目レア役を引いてもここは乗せることができませんでした。ラスト2ゲーム後乗せがあるかどうか。枚数的にはしっかり3枚以上取れてるんですけどね、ここも伸ばせず後乗せもなし。なかなか難しいな。203枚です。まあただ当たりはね優秀ですよ。先ほどもレア役は中段リプレイが1回絡んだぐらいだったんですけど、その前からプルートに移行してのジャッジメント当選という流れでした。もったいないですね、出せてないのが。一つ1000枚超える AT あれば勝ちなんですけどね。来ないかな、これループありますよ、ありますよ。なかったか。そうですね、ちょっとここまでジャッジメント繰り返して詰めてゲルベロス、そして投資が1000枚というところですが、まあ、怖いのはやっぱりここから一気にはまって投資が20本が40本50本となるのが怖いですね。であと打てても1時間ちょっとしか実は打てないので天井までは回せないんですね。なのでちょっと1000枚マイナスですけど、ここは逆転目指して2機種目いきたいと思います。移動します。はい、結局ハーデスはジャッジメントケルベロスのみで AT も伸ばせないまま、残りが1時間ほどとなりまして、ゲーム2も浅かったのでやめました。で最後は花火打ちたいと思います。終盤の花火って意外と検討してますのでね、ガイド日記。さあ行きますよ。ちょっとだけ持ちコインがあります。ちょっとだけ、まあ、生放送ということで今日もたくさんのコメントを視聴者の方からいただいて、まあ、当たりもそこそこあったので放送自体はすごく楽しめたんですけれども、まあ、やっぱりハーデスってケルベロスしか迎えられない実戦というのはかなりモヤモヤが残りますね。二角の二の字もなかったですね今日は。なんかこう左リールに7が止まる瞬間というのはありましたけど、プレミアゴッドかなって思わせるような演出も今日はなく、非常におとなしいアナザーゴッドハーデスでした。まあでもとにかく今年は30回のプレミアゴッドを達成するまではゴッドハーデスまだまだ打っていきますので、ちょっとね機種が偏りつつありますけど、30回引くんですいません、また打ちます。なんなら次回も打ちます。次の狙いはゴッドかリゼロ。とにかくリゼロはまだ導入されて間もないですので、朝から座るのが難しい台なんですけど、朝一座れるまでは狙い続けたいと思います。この間怪盗日記で初めて打ちましたけど、まあ、2機種目でしたのでそんなにゆっくり打てたわけでもないのでね、なんか打ってると、あこれ結構いけるんじゃないか、長く打てればいい勝負できるんじゃないかと思ったんで、あれで結構なプラスを出すまでは打ちたいですね。
さあこれでようやくボーナスとなりました。花火での投資は4本200枚ですね。総投資が1200枚です。さあビッグボーナス、まあ、ここは200枚使ってしまいましたけど、最初の当たりがビッグで救われました。あとはマイナスをここから減らしていけるかどうか。とりあえずマイナス1000枚は切ります。はーくー、何今日当たりは結構あるけど全然見応えがないじゃないですか。まあそんなもんですよね、勝てない時というのはね。ハーデスでそれにしても悔しい。まあ、花火はいいんですけどね。ハーデスですよ、ハーデスですよ。はい、というわけで花火ではビッグが全部で2回、レギュラーが2回、合計4回のボーナスありましたけれども、まあはまらずそこまで早い当たりでもないという感じで収支を動かすことはできませんでした。結局総投資の方が1200枚、そしてもう持ちコインが残りわずかというところで今日は時間となってしまいましたので、ここで交換して終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、実践終了です。今日は第905話ということで YouTube ライブでの実践スタートとなりまして、あなたごとハデスに挑んでまいりました。まあ、結構当たりが引ける台で投資も抑えてたので一撃1000枚あれば勝てるなと思いながら回してたんですけど、結局大きくハマることもなく1000枚以上出ることもなく、ちょっとモヤモヤした感じで、もう残り1時間になって通常ゲームやっぱりハーデスは追えないなと思って最後花火行ったんですけども、結局今日は総投資の方が1200枚で、最後は気持ち交換することができて87枚の交換がありましたので、今日はマイナス1113枚という結果でした。ちょっともったいないハーデスでしたね。ジャッジメントが全部ケルベロス、しかも1回目2回目は100超えましたけど、その後はもう50、60、70という感じでゲーム数も小さくてハーデスのいいところ全然引き出せずという結果でございました。非常に雰囲気のいい中でちょっと悔しい結果でございました。900話以降カイドウ日記は勝ち負け勝ち負けと来てたんですが、勝ち負け勝ち負け負けとなってしまいましたので、ここで連敗、現在2勝3敗という感じです。残念な結果でございましたが、今回もですねこちらラバーバンドの方を、プレゼントしたいと思いますので、今回のキーワードを発表したいと思います。今回のキーワードは寒の戻りでお願いします。ちょっと今日はね雨が降ったせいでかなりこう冷え込んで、3月になってまた気温がぐっと今日は下がったなという感じがしますので、寒は寒いですね、戻りは戻りですね、寒の戻り、こちらのこの辺かな、この辺かな、こちらのキーワードでご応募お待ちしております。以上、シーサの街道日記第905話でした。